財政部牧野でございます。それでは議案第54号令和2年度取手市一般会計補正予算括弧第6号につきましてご説明いたします。お手元に議案書と合わせまして令和2年度取手市一般会計9月補正予算括弧案の概要をお配りしておりますのでご覧いただければと存じます。なお説明は議案書に基づき各担当部長からご説明いたしますが一部準不動となりますのでご了承願います。それでは私からは補正予算の概要と財政部所管の歳入歳出についてご説明いたします。はじめに今回の補正予算の基本的な考え方でございますが大きく4点ございます。1点目に新型コロナウイルス感染症対策事業、2点目に新型コロナウイルス感染症拡大に伴い延期等を決定しました事業の減額、3点目に高井小学校の校舎内部改修事業、4点目に歳入におきまして普通交付税臨時財政対策債前年度繰越金等の確定、これらの4つを基本としつつその他緊急性があるものや令和元年度決算の確定に伴う各事業の清算等について計上しております。それでは議案書の表紙をご覧ください。補正予算の規模は規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億1903万2000円を増額し予算総額を518億404万6000円とするものでございます。まず歳入ですが議案書8ページ上段をご覧ください。6巻1項の法人事業税交付金は法人市民税法人税割の減収分の補填措置として法人事業税の一部が都道府県から市町村に交付されるもので令和2年度の額の確定に伴い2661万8000円を増額するものでございます。次にその下の10巻1項の地方特例交付金でこちらは3点ございます。まず1点目は個人市民税減収補填特例交付金でこれは所得税から個人市民税への税減以上により所得税が控除しきれない住宅借入金等特別控除いわゆる住宅ローン控除ですがこれを個人市民税から控除することとなったことに伴い市町村に生じる減収分を補填するために交付されるもので令和2年度の額の確定により486万3000円を増額するものでございます。2点目3点目の自動車税減収補填特例交付金と軽自動車税減収補填特例交付金は消費税率の引き上げに合わせた特例措置として令和元年10月から令和2年9月まで自家用乗用車の環境性能割の税率が 1% 軽減されることに伴い市町村に生じる減収分を補填するために交付されるもので令和2年度の額の確定により自動車税減収補填特例交付金が582万2000円を増額、軽自動車税減収補填特例交付金が289万5000円を減額するものでございます。次にその下の11巻1項の地方交付税の普通交付税は令和2年度の額が決定いたしましたので9326万円を減額するものでございます。次に10ページを開き願います。上段の18巻1項寄付金のふるさと取手応援基金寄付金はビール等の市内特産品が好評であることなどから予想を上回る寄付金を全国からいただいているため1億5000万円を増額するものでございます。合わせて歳出につきましてもご説明いたします。恐れ入りますが12ページをお開き願います。12ページ下段から13ページ上段にかけましてふるさと取手応援寄付金推進事業に要する経費ですがこちらは寄付金の増額に伴いましてふるさと取手応援寄付
応援寄付受付等業務委託料やいただいた寄付金を基金へ積み立てるための積み立て金など合計で2億2705万5千円を増額するものでございます。恐れ入りますが10ページにお戻りください。中段の中級間繰入れ金2項基金繰入れ金の財政調整基金繰入れ金は今回の補正の財源調整により1億6512万6千円を減額して基金に戻すものでございます。同じくその下の減債基金繰入れ金は当初予算に繰入れをしていました4億円のうち1億円を減額して基金に戻すものでございます。同じくその下の公共施設整備基金繰入れ金は藤代庁舎のトイレ修繕や藤代図書館の受水槽の修繕などに合計488万円を充当するものでございます。同じくその下の学校施設整備基金繰入れ金は高井小学校の内部改修に伴う実施設計委託料に20万円を充当するものでございます。同じくその下のふるさと取りで応援基金繰入れ金800万5千円の減額は新型コロナウイルス感染症拡大により延期等を決定しました事業の減額に伴い繰入れをしていました財源を基金に戻すものでございます。次に下段の20巻1項繰越金の前年度繰越金は令和2年度への繰越財源を除いた前年度からの繰越金が7億9850万9000円となったため当初予算で計上済みであります5億円を差し引いた2億9850万9000円を増額しております。次に11ページの中段になります。22巻1項司祭の合併特例債は高井小学校の内部改修に伴う実施設計委託料に380万円を充当するものでございます。同じくその下の臨時財政対策債は額の決定により1億4651万7000円を増額するものでございます。続きまして歳出でございます。議案書14ページをお開き願います。下段になります。2巻総務費1項総務管理費の財政調整基金積立金は前年度繰越金の確定によりまして増額分の2分の1以上を積み立てるため1億5684万6000円を増額するものでございます。歳入でご説明しました繰り戻し分1億6512万6000円と合わせて財政調整基金残高が3億2197万2000円の増額となります。次に15ページ上段になります。下年度国庫支出金等加護納返還金は令和元年度の実績報告に基づき交付額が確定された国・県負担金や補助金のうち超過受け入れ分を返還するため7290万円を増額するものでございます。財政部所管の補正の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。政策推進部東です。議案第54号令和2年度取手市一般会計補正予算括弧6号政策推進部所管事業について説明させていただきます。議案書12ページとなります。2巻総務費1項総務管理費市政施行50周年記念事業に要する経費につきましては新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から記念式典をはじめとする市政施行50周年記念に関わる各事業を次年度に延期することから107万2000円を減額するものです。主なものは報奨費の各種表彰及び奨励金等で232万8000円、東京芸術大学院大学生によるオーケストラ演奏会委託料327万2000円、植樹アーチ設置業務委託料172万円でございます。続きまして、議案書27ページ下段となります。
旧館教育費5校、社会教育費、市民会館、福祉会館、管理運営に要する経費で、市民会館、福祉会館、指定管理料37万1000円の増額でなります。これは市民会館及び福祉会館の指定管理者である公益財団法人取手市文化事業団に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止により利用制限があった期間、令和2年3月の減収額の一部を補填し、事業継続を支援するものです。以上、政策推進部所管事業となります。よろしくお願いいたします。総務部鈴木です。続きまして、総務部所管の補正予算についてご説明申し上げます。まず歳入からご説明させていただきます。補正予算書8ページ、15巻、国庫支出金、2項、国庫補助金、1目、総務費国庫補助金、社会保障税番号制度システム整備費補助金、834万9千円の増額補正です。これは住民基本台帳法の改正にを伴いまして、国外転出者につきましてもマイナンバーカードを利用できるようにする必要があることから、利用実現のために必要となる住民基本台帳システム及び戸籍不評システム改修等の整備を行い、それに要する費用の10分の10を社会保障税番号制度システム整備補助金として国から補助されるものです。続きまして、歳出について説明させていただきます。補正予算書13ページ2巻総務費、1項総務管理費、6目財産管理費、藤代庁舎の管理に要する経費、修繕料として242万7千円を増額補正するものです。藤代庁舎1階のトイレの換気扇が作動しない状況にあり、十分な換気ができないため換気扇の交換を行うものです。また庁舎4階にある障害者用トイレのセンサー部分に不具合が生じており、扉の開閉に支障をきたしていることからセンサー部分の修繕を行うものです。また1階の障害者用トイレドアおよび自動ドアにつきましても部品の老朽化が進んでいることから主要部品の交換を行うものです。同じく補正予算書13ページ10目地方振興費、地区集会所整備に要する経費、100万円の増額補正です。取手市地域集会所建設等補助金交付要項に基づき、自治会町内会が自主的に行う地域集会所の修繕等に要する経費の一部を補助するもので、整備事業1件分となります。内容は、戸頭町会西集会所につきまして、昨年の台風19号の影響で屋根に損傷を受けました。被害を受けた箇所については確認作業を行い、当初は町会の有志ボランティアで補修するため補助金の必要はないとのことでありましたが、対応が難しいことが後に判明したため修復できずにいたとのことでした。雨漏りも伴ってきており、今年度もいつ大きな台風に見舞われるか分かりません。早急に修繕を行う必要が出てきたため損傷部分の修繕を行うものです。同じく13ページ11目災害対策費、防災施設等の整備に要する経費、避難所案内看板設置及び撤去工事、104万5千円の増額補正です。旧高須小学校が避難所の指定から解除され、令和2年2月の取手市防災会議において新たに高須公民館が風水害時以外の災害に使用する避難場所及び避難所として指定されました。高須公民館が避難施設であることを市民へ知らせるため、避難所案内看板を新設するとともに、避難所指定から解除された旧高須小学校の避難所案内看板を撤去するものです。続きまして14ページ、2巻総務費、1項総務管理費、13目男女共同参画推進費、男女共同参画社会の推進に要する経費、110万3千円の減額補正です。内訳としまして、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、縮小となった事業、男女共同参画情報誌、風の発行に関する経費、82万3千円。中止となった事業、男女共同参画推進事業、
人と人ともに輝く砦の集い、実施にかかる経費28万円について減額するものです。最後に補正予算書15ページ2巻総務費3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費戸籍住民基本台帳事務に要する経費は歳入の方でもご説明させていただきました通り、住民基本台帳法改正による国外転出者のマイナンバーカード等の利用実現のために直接的に必要となる住民基本台帳システム及び戸籍不評システム改修等の整備を行うため、住民基本台帳システム戸籍不評システム改修業務委託料として834万9千円の増額補正をするものです。補助率は先ほど申し上げました通り10分の10の国庫補助となります。以上で私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。続きまして、建設部の前野です。私からは建設部水と緑の課所管分の補正予算4件につきましてご説明申し上げます。ページが戻りまして、補正予算書14ページ上段をご覧ください。2巻総務費、1項総務管理費、11目災害対策費、25災害時応急処理経費、草枝処分委託料400万円の増額です。市内公園などの樹木伐採や除草により発生した草枝処分費の処分単価の上昇並びに処分料の増大により草枝処分委託料の不足が見込まれることから、その不足分として400万円を増額するものでございます。続いて2点目です。恐れ入りますがページが飛びまして、補正予算書23ページ下段をご覧ください。7巻土木費、3項都市計画費、8目公園緑地費、21緑地等を管理に要する経費、緑地等樹木選定業務委託料136万4千円の増額です。昨年市内2カ所の緑地の近隣住民より緑地の樹木が周辺道路や居住している宅地の近くまで生い茂り、通行や防犯上支障をきたしていることから樹木の伐採選定の要望が寄せられていました。伐採選定業務を予算化するにあたり、茨城県の補助制度である身近な緑整備推進事業補助金を財源として充当できるよう、補助事業の窓口となる県南農林事務所と度重なる協議を進めた結果、先月7月に補助対象事業として要望が可能であるとの見解を受け、今回補正予算として計上するものです。なお、この身近な緑推進事業補助金の補助率は 100% となっていることから、当該事業における市からの一般財源の持ち出しは一切ございません。歳入につきましては、補正予算書9ページ下段に県補助金として身近な緑整備推進事業補助金という項目が記載されております。合わせてご覧ください。次に3点目です。補正予算書24ページ上段をご覧ください。27公園維持管理に要する経費、公園管理用機械借り上げ料40万円の増額です。公園の公木選定の要望に対応するため、秋以降の樹木選定作業を現業職員で作業する際に必要となる高所作業者などの借り上げ料として40万円を増額補正するものです。下の段に移りまして、最後に33水辺利用推進に要する経費、砦利根川河川祭り委託料150万円の減額です。例年10月第1日曜日に開催をしております砦利根川河川祭りは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本年度は開催中止となったことにより、
実行委員会への委託料150万円を減額補正するものです。建設部所管の補正予算の説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。続きまして、福祉部所管の歳入歳出についてご説明申し上げます。補正予算書8ページからになります。まず歳入からご説明いたします。15巻国庫支出金1項国庫負担金は令和元年度の実績報告による清算に伴い追加交付される国負担金を受け入れるため自立支援給付費負担金可年度分1764万2000円自立支援医療給付費負担金可年度分89万1000円児童扶養手当可年度分57万7000円児童手当可年度分1435万6000円障害児施設給付費負担金可年度分26万円を計上しております。次に9ページになります。2項国庫補助金の生活保護システム改修業務補助金は生活保護システムを改修するための補助金で33万円を計上しております。同じく保育所等整備交付金は認定こども園高砂スクール砦の防犯対策用外構改修及び私立保育園砦保育園の防犯カメラ設置に対する補助金121万円を計上しております。次に16巻県支出金2項県補助金の障害者総合支援事業費補助金は障害児通所支援において利用の増加により保護者の自己負担額の増が見込まれることから利用者負担の軽減を目的に補助されるもので19万9千円を計上しております。同じく新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金3130万円を計上しております。認可保育施設、認可外保育施設、延長保育、一時預かり、幼児保育等に新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として1施設あたり上限50万円の交付金に対する補助金であります。次に10ページになります。19巻平均1項特別会計繰入金の介護保険特別会計繰入金は令和元年度の精算により3103万6000円を増額しております。次に11ページになります。21巻諸収入6項雑入民生費雑入をご覧ください。社会福祉協議会補助金精算金の可年度分856万6000円を計上しております。これは社会福祉協議会の補助金のうち青年貢献事業について決算が確定し余剰金が生じたため精算金を受け入れるものであります。次の社会福祉協議会の委託事業につきましても決算により余剰金が生じたため生活困窮者自立支援自立相談支援委託料精算金可年度分です49万2000円ぬくもり学習支援業務委託料精算金可年度分30万7000円ファミリーサポートセンター事業委託料精算金こちらも可年度分です496万円を精算金として計上しております。歳出になります。補正予算書を16ページからになります。3巻民生費1項社会福祉費の社会福祉事務に要する経費福祉祭り事業委託料15万円を減額補正しております。これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴い10月24日に予定しておりました当該事業について中止を決定したことによるものです。次に17ページになります。介護保険特別会計繰出資金は令和元年度の低所得者保険料軽減負担金の精算により約24万3000円を増額しております。次に19ページです。2項児童福祉費の障害児施設給付費に要する経費の新型コロナウイルス感染症対策経費は特別支援学校等の臨時休業によって福祉サービスの利用が増となり保護者の自己負担額の増加が見込まれることから利用者負担を軽減するための経費として26万7千円を計上しております。同じく民間保育園運営に要する経費は181万5千円を増額しております。内訳は認定こども園高砂スクール砦の防犯対策用外構改修及び私立保育園
取手保育園の防犯カメラの設置に対する施設整備補助金158万4千円などを計上しております。次のページになります。新型コロナウイルス感染症対策経費は認可保育施設、認可外保育施設、延長保育、一時預かり、病児保育に新型コロナウイルスの感染拡大防止策として1施設あたり上限50万円の交付金として2030万円を計上しております。次に21ページになります。参考生活保護費の、生活保護に要する経費は国の保護業務データシステムの改修に伴いシステムの改修業務委託料66万円を計上しております。以上、議案第54号福祉部所管の歳入歳出についてご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。はい、続きまして健康増進部小野でございます。議案第54号健康増進部所管の歳入歳出についてご説明を申し上げます。それでは歳入よりご説明いたします。補正予算書8ページをご覧ください。13巻分担金負担金および負担金1項負担金取手北相馬休日夜間緊急診療所運営委託料運営費負担金可燃度分31万6千円です。これは令和元年度の患者数増加に伴いまして利根町およびつくばみらい市におきまして追加負担金が生じたことによるものです。これに関連しまして、補正予算書若干飛びますが11ページをご覧ください。21巻初収入6項雑入取手北相馬休日夜間緊急診療所運営委託料生産金（可燃度分）でございます。これは89万2千円でございますが、運営委託先でございます、公益社団法人取手市医師会の令和元年度決算により委託料の返還金が発生したことによるものでございます。それではまた戻っていただきまして9ページをご覧ください。16巻県支出金2項県補助金医療福祉費医療費可燃度分459万2千円です。これは令和元年度の丸福事業について県負担分の医療福祉費が確定したことによるものです。次に10ページをご覧ください。19巻繰入れ金1項特別会計繰入れ金後期高齢者医療特別会計繰入れ金2434万1千円です。これは後期高齢者医療特別会計の令和元年度の繰越金が確定したことによるものでございます。その一つ飛んで下段でございますが国民健康保険事業特別会計繰入れ金6964万円です。これは令和元年度の国民健康保険に関する職員給与費、事務費、出産育児金の精算分を取手市国民健康保険特別会計より繰り入れするものでございます。それでは続きまして歳出のご説明をいたします。補正予算書16ページをご覧ください。3巻民生費1項社会福祉費ウェルネスプラザ管理運営に要する経費です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために利用自粛及び休業要請により指定管理者に生じた損失のうち令和元年分となる本年3月分の補填として指定管理料精算金102万1千円を計上しております。また新型コロナウイルス感染症対策経費として地域子育て支援拠点であるウェルネスプラザのキッズプレイルームにおける感染症拡大防止策を強化するため50万円を計上しております。なお同額の歳入を9ページの16巻県支出金2項県補助金民生費補助金新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金に含まれております。続きまして17ページをご覧ください。3巻民生費1項社会福祉費医療福祉費助成に要する経費です。
歳入でご説明をしました、丸福事業の県負担分459万2000円について財源充当の変更を行うものでございます。次に、ここからは衛生費になります。補正予算書21ページをご覧ください。4巻衛生費以降保険衛生費母子衛生事務に利用する経費1047万5000円です。これは母子健康医療対策総合支援事業として感染拡大防止を目的とした乳幼児検診の集団検診から、個別医療機関検診へ切り替え、また妊産婦や乳幼児への保健指導や、個別相談等のオンライン化、妊婦の感染及び重症化予防としてマスクを配布を実施するものです。また新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業として利用者支援事業や乳児家庭全戸訪問事業における感染症予防対策及び産後ケア事業を実施する医療機関への備品購入費等となっております。なおこの母子衛生費のうち母子保健医療対策総合支援事業の実施にあたり国の補助制度を利用し2分の1の補助がございます。恐縮ながら、歳入9ページをご覧ください。15巻、国庫支出金2項国庫補助金の母子衛生費補助金として338万9000円を計上しております。また同じく新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業につきましては同じく9ページ16巻県支出金2項県補助金の保健衛生補助金として200万円を計上しているところでございます。以上となりますが健康増進部の所管部分のご説明を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。続きましてまちづくり振興部の野口です。まちづくり振興部所管についてご説明いたします。はじめに歳入につきまして補正予算書の9ページ下段をご覧ください。16巻県支出金2項県補助金4目農林水産業費県補助金484万6千円を計上するものです。これは茨城県が農業における生産性の向上 ICT や高性能機械など低コストで高品質な農産物を生産できる仕組みの導入を進め、収益性の高い農業経営を実践できる担い手農家へ、儲かる産地支援事業補助金として、事業費の一部を補助するものです。市内の一法人が高性能機械購入に伴う補助が採択されたことにより、県からの補助金を計上しております。次に歳出につきまして補正予算書22ページ下段になります。5巻農林水産業費1項農業費の農業振興に要する経費は儲かる産地支援事業補助金484万6千円を計上しております。これは先ほど歳入でご説明いたしました県からの補助金を支出するため歳入と同額を計上しております。続きまして補正予算書が23ページ中段になります。6巻商工費1項商工費の創業支援事業等創業支援等事業に要する経費です。インキュベーションオフィス等を利用する事業者に対し利用料金の補助を行う市民事業活動促進補助金はインキュベーションオフィスであるマッチ箱の利用が増えたことにより当該補助金交付申請額が当初予算を上回る見込みとなったことから62万5千円を増額いたします。以上がまちづくり振興部所管補正予算になります。よろしくお願いいたします。引き続き都市整備部斉藤より
都市整備部所管事項についてご説明させていただきます。一般会計補正予算書24ページ中段にございます。3項都市計画費9目西口都市整備事業費取出駅西口都市整備事業特別会計繰出金でございます。1378万8000円の減を計上しております。内容につきましては取出駅西口都市整備事業特別会計において前年度の繰越金が発生したことから繰越金の増額分である1378万8000円について繰出金の減額を計上するものでございます。以上です。よろしくお願いいたします。続きまして消防本部中村から消防費の補正予算につきましてご説明申し上げます。補正予算議案書24ページの下段から25ページの上段をご覧ください。8巻消防費1項消防費救急業務に要する経費は人事院規則の改正を踏まえ先に提案理由の説明のありました議案第51号取出市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の改正により新型コロナウイルス感染症に感染した方やその疑いのある方の移送・救急搬送など新型コロナウイルス感染症対策として緊急に行われた作業に従事した職員に特殊勤務手当が遡って支給できることからすでに当該防疫作業に従事した職員15名に特殊勤務手当を支給するため5万6000円を増額補正するものです。以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。教育委員会田中でございます。教育委員会関連の歳入及び歳出についてご説明いたします。まずはじめに歳入からの説明です。補正予算書11ページ中段教育費雑入の取出グリーンスポーツセンター利益還元金47万5千円の計上です。取出グリーンスポーツセンター指定管理者による利益還元金で指定管理者との年度協定により利益の2分の1を市に納入するものです。続いて歳出の説明になります。補正予算書25ページ中段の教育振興に要する経費につきましては文部科学省の学校図書館の振興に向けた調査・研究・委託事業に本市が応募した事業で8月上旬に採択されたことから事業費30万円を増額するものです。この事業は市立図書館・学校図書館連携事業本クルの一層の利用促進と合わせて心からみんなに勧めたい一冊の本推進事業を進めるために外部講師による子ども読書活動推進に関する講習会の開催、児童生徒の学校図書館の利用促進を図る推薦図書の購入等を行います。なおこの財源として国庫委託金10分の10の30万円を充当いたします。その下段オリンピック・パラリンピック教育推進事業に要する経費につきましては本県のオリンピック・パラリンピックムーブメントの普及推進を図るとともにスポーツ機運の醸成を図り児童生徒が生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育成するため県のオリンピック・パラリンピック教育推進事業を受託したものです。パラリンピアン・オリンピアンを招聘し講演会や体験事業を実施するため15万円を補正いたします。なおこの財源として県委託金10分の10の15万円を充当いたします。次に補正予算書26ページ中段の小学校建設に要する経費高井小学校につきましては夢見野地区の人口増加が影響し高井小学校区において児童数の急増が見込まれることから教室の不足に対応するため内部改修工事を計画するものです。間仕切り等により教室の配置を変更し有効なスペースの活用を図ることで当面必要な部屋数の確保を行います。来年度の工事に向けて実施設計を行うために委託料として400万円を
総額補正いたします。次に補正予算書27ページ上段、幼稚園保健衛生に要する経費につきましては、国の教育支援体制整備事業費交付金、事業費の10分の10を活用し、新型コロナウイルス感染症対策として幼児教育の質の向上のための環境整備を行う経費となります。主な内容としましては、藤代幼稚園にて新型コロナウイルス感染症対策として必要となる消耗品や備品などを購入するための経費として1施設あたり50万円を計上するものでございます。なお本事業におきましては、5月の臨時議会にて計上しました新型コロナウイルス感染症対策経費の追加分となります。その下段、郷土資料収集整理保存に要する経費につきましては、令和2年度の市政施行50周年記念事業として進めていた砦獅子追放版の編纂発刊事業について、記念式典が令和3年度に延期されたことに伴い、印刷製本費等298万9000円を減額するものです。合わせて28ページ中段の埋蔵文化財センター活動に要する経費につきましては、記念事業に合わせて予定していた企画展の延期に伴い、関係経費の63万1000円を減額するものです。戻りまして、27ページ下段、放課後児童対策事業に要する経費については、新型コロナウイルス感染症対策経費として1300万円を増額するものです。放課後子どもクラブにおける新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための衛生用品や備品購入として1支援1教室あたり50万円の限度額を26支援分を計上するものです。市内小学校は14校ですが、山王小、複合小はクラブの参加児童が少なく1支援分で、その他の小学校は2支援分です。なお、この財源として県補助金であります新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金として10分の10の1300万円を充当いたします。次に補正予算書28ページ、図書館管理運営に要する経費です。今年6月の定期点検で、藤代図書館の受水槽加圧給水ポンプユニット等、空調機の動作に関する異常が確認され、早急な修繕が必要になったことから、関連機器の修繕に要する経費、および今後の執行が見込まれる不足分として、213万2000円を増額するものです。最後に補正予算書29ページ、砦グリーンスポーツセンター管理運営に要する経費、111万8000円を増額するものです。グリーンスポーツセンターの指定管理料ですが、新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、当施設が3月7日から休館となりましたことにより、収入の減が生じたため、年度協定により指定管理料の補填を行うものです。教育委員会は以上です。財政部牧野でございます。最後の説明になります。5ページにお戻り願います。第2表、地方債補正は、先ほど歳入でご説明いたしました合併特例債と臨時財政対策債の限度額を変更するものでございます。以上が議案第54号令和2年度砦市一般会計補正予算括弧第6号の説明となります。本日の説明は以上でございます。第1部、第2部と長時間にわたりお時間を頂戴し誠にありがとうございました。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。